おはようの声。僕はゆっくりと目を開け、大きく伸びをした。それから胸に手を当てて、深く息を吸い、ゆっくりと吐く。すると明け方の夢を思い出した。それは朝目覚めると、空が七色に輝いて、街にユニコーンが歩いてる。行き交う人たちはみんな光に包まれて、楽しそうに笑ってる。明け方の夢は正夢だという。僕はいても立ってもいられなくなって、ベッドから飛び起きて窓を開けた。するとそこには七色に輝く空が。僕の体は浮き上がり、窓から外へと飛び出して、自由に空を飛び回った。おはよう、やっと目を覚ましたのね。僕の耳にはっきりと聞こえたんだ。明け方の夢は正夢だという。